子です。マイナビさんのアルバイト後編、漫画家の青木梅先生にインタビューをさせてもらってますよ。青木梅です。どうもです。どうもです。お邪魔してます。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そんなわけで今回はですね、梅先生に進路のことをちょっとお伺いしていきたいなと思っているんですけれども、梅先生はそもそもどうやって漫画家になるぞって決めたのかっていうのを教えてもらえますか。漫画趣味では小学生の時とかから、うん、あのノートに、あーいたなー、なんかやたら絵うまい子いたなー、めっちゃ描いてる子いたなー、書いたりはしてたんですけど、うんうんうん、まあそれでやっぱりなんかそういうのを仕事にできたらいいなっていう気持ちはあったんですけど、うん、まあでもなんか小学校の先生とかにはなりたかったんで、あ、へえ、夢がまだいくつかあって、そうですね、小学生の時はいっぱい夢がありますし、いいですね、夢いっぱいの小学生はぁ同人誌とかを学生時代に出し始めて、その流れからなんかいろいろ書いてるうちに、やっぱり漫画描くの好きだなって、楽しいなっていうのは思ってたんで、はいはい、漫画家になれたらいいなっていうのは思うようになりましたね。その小さい頃から描いてきた絵がやっぱり楽しいながずっと続いてて、はい、なんとなくその道をちょっとこう目指したくなってくるみたいな感じですかね。そうですね、目指したいなとは思いつつ、でも不安定だし、慣れるかわからんなっていうのはずっと思ってたんで、その辺は芸術家とかはね難しいですよね、はあ、そうですね、やっぱね、なんでもずっとうっすら思ってはいたっていう感じですかね。それが本格的に、あ、これは漫画家になっていくぞっていう流れになったのでどのくらいからですか。そうだな、大学で就活はやらねばならぬとはずっと思ってて、はいはい、お大学では全然漫画とは関係ないお勉強をされてた。美大だったんで絵は描いてたんですけど、あんまりうち絵描いてない学科だったし、美大でもいろいろなんですね、デザイン寄りだったりしてたんで、そういう会社に勤める人たちもいるってことですね、うん、そうです、ウェブデザインだったり広告デザインとか、なるほど、そういうとこに保険をかけつつ、でもその在学中、大学在学中にその 大学在学中絵の仕事は少しずつしてたんで、こっちで行けるか行けないかなみたいな感じだったんですね。でもその確証も何もね、ないですもんね。そうですね、お友達のあすみさんも言ってましたけれども、どこから声優みたいなってやっぱりなんかようやくアニメとかそのゲームとかものが出来上がって、あ、これは言ってもいいのかな、あ、でもこれだけで食べていけてないから、あ、じゃあまだなのかなみたいな、その辺難しいですよ ね、 そうですね、どこまで自称なのかみたいなね、はい、そっか、でも美大絵が好きでその美大の学校に行ってデザイン系も、はい、じゃあ興味があってっていうことでその学科だったんですか。そうですね、うん、まあでもあんなにデザイン寄りだとは思わず入っちゃってたかもしれない入ってみたら、はい、割とデザインの方面でがっつりお勉強だったっていう、はい、そうです、焼肉の注文装置とか考えたりしてたんで、焼肉の注文装置、なんか物のデザインとかっていうんですかね、授業の中でそういうのを考えていくってことですか、はい、そうですね、そういうのやってパネル作ってプレゼンしたりとかそんなこともしてたので、ここが便利、ここが見やすいみたいな、そうです、あ、それは、はい、漫画に今のお仕事に生きてるなって感じることってあります。あんまりネタになったからよかったです仕事もねネタになりますからね、はい、はい、無駄になることは何一つないはずどのくらいかかってもう今の道のりに乗った感じしますか。やっぱ初めてあの、うん、絵を描いてお金をいただいてからは何年かあったのかな、
で何年かあるうちにその大学在学中にその日だまりスケッチっていう代表作ですね大好きな日だまりスケッチですねあれの連載が一応大学在学中にあったので、あーそっか、じゃあ、はい、結構はたから見たらトントン拍子ってやつかもしれないですね。そうかもしれないです。大学生の時にデビューできたってことですね。そうですね。ただまあ、私はなんか3話で終わるって勝手に一人で思ってて、あ、ひだまりスケッチが、はい、あ、あのほらアンケートが悪かったとか言うじゃないですか。そっかそっか、連載ってね、そういうアンケートの、はい、どれぐらい続けられるかは分かんなかったんで、そっか、ちょっと悩ましかったんですけど、何話までやるよって言われるわけじゃないんですもんね。はい、保証ないので。わーわー、それもドキドキですね。ドキドキですね。デビューできたからって、はい、安心はできないんですね。そうですね、一応でも連載っていうその形で始めさせていただいたのはとても幸せだったなと思ってるんですけど、単発でってこともあるんですよね。その出版社さんだったり編集さんが梅先生のその将来性だったり、こいつはいけるぞっていうのを買ってくれたってことですよね。いや、やってみてじゃないですかね謙虚そうか、そうやってたどり着いた漫画家さんへの道でございますけれども、漫画家のお仕事だったり、まあ美術芸術の道志す方、いろんな方がいらっしゃると思うんですが、はい、そういう道を目指す方でどうやってこう進んでいこうかなだったり、ちょっとこれの道で生きていけるのかな、どうしようって悩んでるみんなにアドバイス的なのってありますでしょうか。やっぱりあんまり早い段階で、私には漫画家しかないんだっていう風には思わない方がいいのかなっていうのは思いますね。しかって狭めないってことですね。そうですね。あ、そのやっぱり他の経験が、それこそまあ焼肉装置はどうなるか分かんないですけどそのどんな経験でも絶対に無駄にならない職業だとも思いますし、あ、やっぱそれ一本で絞ってなれるかっていうと、そんな保証もないので。そうですね、はい、ないぞでもあの書くことはやめずに続けてれば、もしかしたらなれるかもっていう。なるほど。そっか、書くことは、うん、そのなんか他のこともチャレンジしながらでも続けられるってことですもんね、はい、そうですね。あ、そっか、途中で諦めてやめてく方いっぱいいますし、そしたらほらちょっと残ってくるじゃないですか。そうですね、はい、続けられるほど好きかどうかもまたね、違ってくるのかもしれないですね。そうですね、もうなんか好きすぎて、あ、気がついた続けてたっていう方もいらっしゃるかもしれないですしね。商業の作家さんでも結構サラリーマンしながらとかっていう方もいらっしゃったりもしますし。聞いたことあります。続けてたら今結構発表の場とかも多いですし、ウェブだったり。そうですね、すごい増えてますしね。そうですね、だから開く時は開くかもっていう感じでいいのかななんて私は思ったりしますけど、ね、ゆるゆると話してくださってますけれども、割と真理ですぞそうですね、いろいろね、やりたいことやってみてでもいいですもんね、きっとね。そうですね、そういうのも全部、芸術方面のお仕事は特に何でも本当にネタになるのでねやってみて損はないかもしれないと。やってみる場所があるっていうのはそれだけでもラッキーですよね。そうですね最後なんか縁側でお茶飲んでる感じになりましたけど進路で悩んでる考えてる皆さん、参考になりましたか？いやー、貴重なお話いろいろ聞けてなちょこ楽しかったです。梅先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ダメになったねーねーねいや、梅先生って緑のちっちゃいね、あんな感じのお人ですけど、ちゃんと大人なんだなしっかり、本当にしっかりこう物事を考えてらっしゃる方だから、お話楽しかったですね。学生の皆さんもですね、身の回りの人だったりにいろいろお話を聞いてみるのはいいことかもしれないですよね。道のりって本当
でもう正解がなかったりするものなので、いろんなご意見を聞いて自分の道を作っていくっていうね、そういうのもぜひぜひやってみてもらいたいなと。じゃあこの曲はピタマリスケッチの10巻課長、イエーイ、わーい